はい、どうもこんばんは、特に意味はありませんということで、今日なんですけど、ついにヤツに動きがあったんですよ。一週間ぶりですよ、一週間ぶり。ヤツって誰かって？ヤツといえば、小じきですよ。小じきって誰かって？こちらをご覧ください。ゴミタケが、まあ、一週間ぶりに、寄付を呼びかけてます。ゴミタケ困ってるんですよ。皆さん寄付しました？1円でもいいですよ。喜びますよ、ゴミタケ。まだ寄付してないですか？な、ゴミタケさ、たまにはね、俺振り込んでやろうかなって思うんだけど、まあ、少ないけどさ、15万ぐらい今持ってんの。そう、15万ぐらい持ってんだけど、どうすればいい？振り込んでほしいでしょ？振り込んでほしかったら、ツイッターにさ、オンリーユー様、お金をください。俺はこじきですと、ポストしろよ。ポストしたら振り込んでやるよ、ゴミだけ。ほらほら。はい、っていうことで、ゴミタケのポスト、相変わらず長えな、お前。まあ、全部読まないんですけど、まあ一部、紹介しようと思います。自衛隊の、駐屯地、建設を妨害する、デモ隊が、工事現場のゲート前で、座り込みをするという情報が入ったので、現地へ行きましたと。まあ大げさなこと書いてるんですけど、高齢のクソ知事とクソババアですよ。クソバーとクソジジイですよ。なんか座り込んでたらしいですよ。で、7行目あたりですか、時間は少しかかりましたが、座り込みをしていた連中を追い返しましたって。まあ、写真だけ上げてあるんですよ。で、まだあります。長いと思いません？で、今回は、金額書いてあるんですよ。で、この金額っていうのは、今回の遠征で、宿泊費、飛行機代、レンタカー代、燃料、高速代で、約10万円かかりました。で、何？ 10 万かかったから何？10万よこせって。工事現場の、ゲート前で、座り込みをする半日から、建設事業者を、守っていきましょう。で、またさ、ゴミだけペイペイ書いてるんですよ。よくやるよな、お前。で、これだけ、まあ、ツイッターや、まあ、YouTube チャンネルで、もう皆さん騙されないようにって、ゴミタケはお金は欲しいだけですよと。こいつ働いてない無職、ただの小じきだから、ね、皆さんにたかって、なんかいいこと書いてるじゃないですか。生活費なら、ね、日本を救いましょうみたいな。書いてんだけど、まあ、騙されるなよと。ね、これだけ発信してるにもかかわらず、残念な2名発見しました。大した額ではないですが、頑張ってください。素晴らしい活動を応援していますと。でさ、この、会石ってやつ、お前、前も振り込んでたよな。これ、アイコン、ハーデスだからね、覚えてるよ。ありがとうございます。初めてペイペイ送ってみました。アホかっていう話なんですけどね。まあ、今回は、まあ今のところ、2名だけ、発見することができました。なんかおかしいと思わない？戻ります。このさ、飛行機代やら、レンタカー代やら、宿泊費、高速の燃料費。10万ってさ、なんかゴミだけお前に言いたいんだけど、ツイッターにポストするんじゃなくてさ、領収書ないの？領収書。飛行機代とか、レンタカー代とか、ね、高速代とか。なにこれ？本当に10万かかってるかわかんないじゃん。領収書切るでしょ普通。ていうかお前領収書知ってる？はい、ということで、まあ小じきゴミタケが、また困ってます。困った時は、お互い様っていうことで。動画見てねえかなこいつ。はい、ということで、まあ小じきゴミタケの紹介は以上になります。で、こいつだけじゃないんですよ。こちらをご覧ください。どこの誰かはわかりません。DM で僕いただいてるんですよ。バンドの情報だったり、まあ、小じきゴミタケが、まあ、以前から寄付を呼びかけてたじゃないですか。で、まあ、似たような、これちょっと読みますね。どなたかわかんないですよ。長谷川幸宏さんですか？東京大学の、池内めぐみ教授から、名誉毀損で訴えられましたと。で、全面的に戦います。まあ、ここまではいいと思うんですけど、ご支援をいただける方は
下記にお振り込みをお願いしますって名誉毀損の内容知らないけどさ、あんた悪いんじゃないの？訴えられたら思いません？なんか流行ってんのかな、当たり前のようにね、支援お願いしますみたいなね、ちょっとこの方はね、僕どうだったかご存知ないんですけど、まあ気になる方はまあツイッターの方で、調べてみてください。で、次なんですけど、まあコメントを紹介します。まあここには出さないんで読みます。まあ僕に質問があるっていうことで、詩人刑逮捕、迷惑動画などで、もう一度読みます。詩人刑逮捕、迷惑動画などの、事件を受け、 SNS や動画サイトの、収益システムが廃止になったらどう思いますか。まあどうしますかってことですか。あ、これ簡単ですよ。まあ要は収益がなくなったらってことですよね。まあ SNS の停止したらってことですよね。 YouTube の僕今まで2回収益止まってるんですよ。10ヶ月と8ヶ月間止まってたんですけど、普段と変わらず、週5日、週6日動画投稿してたんですよ。収益ないですよ。そう、ゼロの状態で、投稿してたんですよ。ただ、今もし止まったら、本数は減らすと思います。もういい加減疲れましたわ。はい。なので、まあ、本数は減らすと思うんですけど、動画投稿は、まあ、続けていこうかな、みたいな。はい。そんな感じでございます。あ、ゴミだけみたいにやっていいですか？動画あげるんで、1万円支援お願いします、みたいな。動画1本1万円ですって。皆さん寄付をお願いします、みたいな。そのポストしていいですかね？動画1本1万円だったらさ、僕月に、20数本あげるじゃないですか。それだけで20数万円ですよね。はい、ということで、ねえ。そんなやついるのかな？でもなんかいますよね。撮影の機材費とかさ。なんかありますよね、そういうやつね。はい、ということで、ここからは、バンド紹介ではなく、今日のタイトルの、首が痛いということで、話していこうと思います。首が痛いっていうことなんですけど、寝違えたとか怪我したとか、僕の首が痛いわけではないんですよ。こちらをご覧ください。クソジジイのポストなんですけど、みんな元気、首が痛いとスタッフに言いたいんだけどさ、俺昨日動画を撮ってツイッターに投稿したのね。ツイッターに投稿して数時間後にあんたらがこのポストしてんの何言いたいかわかる？俺の動画見た？見てるでしょだって俺さ、昨日ドラムの話したじゃん。ね、一般人で、ね、首が痛いとかさ、ポストするならわかるけどさ、一般人じゃないでしょ。これ、何のためにポストしたの？はい、ということで、まあいい加減解除してくれよっていうことで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございますって言いたいんですけど、好評ですか？ドラムの、まあ、前回に似てるんですけど、まあ、5チャンネルの、書き込みを、紹介しようと思います。3月24日日曜なんで、昨日の書き込みですね。だよな、だって、あの叩き方してる人、いないし、まあ、クソじじいのことですよね。何でもそうだけど、物事って、基本が大事なんだよな。ヨシキの、我流ドラムでは、あの叩き方一辺倒になってる、けど、あれが個性的であり、あれはあれで、正解なんだろう。個性でも、何でもないただの、パフォーマンス、我流で、下手だからこそ、そういう方向に行く。深夜の方が、はるかに顔も、実力も上なのは、音楽音痴じゃない限り、満場一致だし。で、まだあります。深夜は、ソウルトールや、村上ポンタから、うまいドラマで、確実に、名前が上がるからな。ヨシキは、解散するまでの、ドラム叩いてる姿は、めっちゃかっけえよ。解散するまでの X は、伝説ってことなんですけど、戻ります。下ですね。個性でも何でもない、ただのパフォーマンス。我流で、まあ我流、まあ自己流ってことだよね。下手だからこそ、そういう方向に行く。下手だからこそ下手ではないでしょ。まあ確かに
速い曲が叩けるのと技術が高いドラマーってまた別じゃん。速いは速いでしょ。速いは速いで、まあ別物だと思うんだけど、下手ではないでしょ。深夜の方がはるかに顔も実力も上なの。音楽オンチじゃない限り満場一致。ブタ野郎さ、俺これ前にも言ったんだけどさ、ルナシーの何の曲のドラムパートを聞いて評価してんの？このブタの。え、ブタのさ、評価してるやつやたら多いんだけどさ、え、こいつ何テクニックあんの？まあ、クソジジイよりとかさ、誰かと比べるんじゃなくて、ブタの評価って高いわけじゃん。え、ルナシーの何の曲、何のドラムパートを聞いてコメント書いてんの？俺意味わかんないんだけど。だってさ、俺ラルク知らないんだけど、ユキヒロさんの方が細かいこともできるし、まあリズムキープも、まあ完璧かどうかは知らないよ。完璧かどうかは知らないけど、俺が聞く分には上だと思うけどね。ユキヒロさんの方が。あのテクニックもあるし。俺ラルクの曲知らないんだけど、このチャンネルでね、以前、デランジェとダイングライズね、紹介してさ、曲何曲か聞いたんだけど、ダイングライズの、なんだっけ代表曲、言葉にならないだっけ、もうクソダセーボーカル、クソ下手なボーカルなんだけど、言葉にならないっていう曲を聞いてさ、ルナシーのどの曲よりもだるいよあれ、あの言葉にならないっていう曲。まあ気になる方は、まあ、YouTube にライブ映像もあるんで、聞いてみてください。細かいんですよね、ゆきひろさんって。ただ目立たないじゃないですか、あのクソジジイやクソ豚より目立たないドラマーじゃないですかね。だからだと思いますよ。だって昨日もそうなんだけどさ、ドラム経験者でもないでしょ、触ってもないでしょ。なんかライブに行ってさ、なんかあーみたいな、あードラムだーみたいな、その程度のやつでしょ。なんか雑誌見て、なんか読んでみたいな、ドラムちょっと固めますみたいな、そんなやつでしょ。はい、ということで音楽評論家をバカにするのって気分いいですよね。で、あと、まあ、僕に届いたコメントで、あ、ドラムの話、確かに、筋トレとかいろいろしないと、維持が大変なパートだと思う。まあ、そうですよね。ドラム、なんか持久力やら、まあ、一番だるいじゃないですか。一番だるいパートだと思うんですけど、そんなことはないんですよ。まあ、前回も紹介したんですけど、マイクがついてます。女性でも、女性のドラマーっているじゃないですか。ガールズバンドってあるわけじゃないですか。ガールズバンド何って言われたら僕知らないんですけど、女性でも叩けるんですよ。男性より力ないわけじゃないですか。力ないんですけど、マイクがあるんで、後で編集できるんですよ。そう、音の調整できるんですよ。大きくしたり小さくしたりって。だから、前回さ、なんだっけ、フルスイング状態とかわけわかんない。フルスイングって何？スティックを何バットみたいに振ってんの。フルスイング状態って。そう。ね、オーバーリアクションでね、クソスジーとかさ、こう叩くじゃん、こうやって。ね、叩くんだけど、結局調整できるから、マイクついてるから。そう。だから、意味はないっちゃ意味はないんだよね。そう。まあ、見せ方、まあ、パフォーマンスって言われたらパフォーマンスなのかもしれない。ただ、あれだけ、早いテンポの曲を、まあ、単純じゃ単純だよ。まあ、2ビートで、やつの持ち味ってさ、早い2ビートで、2バスの連打さ。まあ、あれが基本というか、あれしかないと思うんだけど、なかなかできないと思うけどね。あんまり褒めたくないけど。そう。まあ、今はただの老いぼれの老害だけど、前世紀は、そう、前世紀のやつのドラムは。なんか、テンポとかさ、リズムとかって、あとライブ映像を見てさ、ね、テンポが違うとかさ、リズムが遅いとかさ、あ、狂ったとかさ、ミスがあったっていう、ね、書き込みって、YouTube、まあ、SNS に必ずあると思うんだけど、ライブってさ、客が満足すれば、それが正解じゃないの。って俺は思ってんだけどね。客が盛り上がれば、それは正解じゃない？だって客がさ、ね、演奏してんのに、こうやって携帯見てたらどう思う？もうダリーなって LINE してたらどう思う？ねえ、って思うんですよね。客がその気になって乗れば、100点じゃないの？って僕は思います。
はい、ということで、明日こそは、バンド紹介します。何か紹介してほしいバンドとかありますか？もし何かありましたら、コメント欄にお願いします。ただし、まあ、作品が多かったり、まあ、活動期間も長いバンドは、僕の判断で、まあ、紹介しない場合も、ございますんで、あらかじめご了承くださいということで、今日も最後まで、動画を見てくれてありがとうございました。